い、今日も始まりました、森なおチャンネル、なおです。今日のゲストは体型道漢方薬局の後藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回は糖尿病についてどんな病気なのかと原因等についてお話ししていただきましたが、はい、今回はどんなお話になりますか。はい、糖尿病って暴飲暴食をして血糖値が上がりっぱなしになるのが原因でなる病気なんですけれども、はい、こういう暴飲暴食をしてない人ですね、食事に気をつけててバランスよく食べてるんだけど糖尿病って言われちゃうっていう方が結構ね日本人に多いので、うん、その原因についてお話をしたいと思います。で、まずこの食べ過ぎ以外で糖尿病になっちゃうのはどういうことが関係しているのかっていうお話をして、その方をどういうふうに判断するポイントっていうのがありますから、はい、そのポイントをお話しして、でそういう方に対してはどういうふうに対応するのか、そのおすすめの対応方法についてお話をします。はい、では早速お願いします。食べ過ぎ以外で血糖値が上がっちゃう原因なんですけれども、これ一言で言うとですね、ミネラル不足っていうことなんですよね。で、今新型栄養失調っていうのが結構問題になっていて、昔の栄養失調ってね、食べるものがない時代、本当に戦後とか、これがですね、原因はタンパク質不足、うん、それで手足がもう筋肉が痩せ細っちゃってガリガリ でお腹がこう腹水でこうプクってこう膨れているような、うん、よくニュースでね、アフリカの方の飢餓の子供たちの、うん映像って皆さん見たことあると思うんですけど、ああいう手足ガリガリでお腹が膨れてる状態が、まあ、昔の栄養失調なんですけれども、まあ、今日本人ってそういう風になる方ほとんどいないですよね、はい、まあ、見た目はすごく健康体なんですけれども、それでも様々なこう体の不調を、うん、生活習慣病とかですね、心の病とか、うん、いろんな体のこうトラブルが起きるわけですけれども、それが一つこうミネラルって栄養素が足りないことが原因で起こっている、これ新型栄養失調って言うんですけれども、はい、まあ、実はですね、この糖尿病もこのミネラル不足っていうのが実は大きく関係をしています、うん、で、このミネラルっていうのはどういうふうに体の中で働くのかっていうとですね、まあ、ご飯を食べてこう血糖値が上がって、で、この血糖値ってね、エネルギー源ですから、はい、私たちの体の筋肉を動かしたり内臓を動かしたり熱を作ったりするための栄養なんですよね、うん、だけどこの糖がじゃあエネルギーになるか、ここに関わってるのが実はミネラルっていう栄養素なんですよ。で、しっかりこう糖質を取って栄養を入れてるんだけど、ミネラルがないとそれがエネルギーにならないから不良在庫になるんですよね、うん、で、不良在庫になったものがこの血糖として血液の中に血糖値としてあるんだけど、それがやっぱ細胞に届いて代謝されない、これがミネラル不足の状態ですね、うん、で、そうするとこの細胞の中には入るんだけど代謝されないと、その不良在庫っていうのはどうなるかっていうと脂肪になっちゃうんですよね、うん、で、まあ、脂肪になってそのまま燃えないまんま残るっていう状態で、そうするともうだん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 血糖が下がらなくなってくる、うん、こういう状態が過食以外で起こる糖尿病の原因になります、うん、で、この糖尿病で厄介なのがおしっこからね糖が出る病気なんですけれども、このおしっこから糖が出る状態、血糖値が高い状態になると、私たちにとってこの血糖を下げるために必要な亜鉛っていうミネラルが一緒にどん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 おしっこから出ていってしまうっていう性質があります。だ、血糖値が高くなるとそれだけ亜鉛がおしっこから出ていく量もどんどん増えていくんですよね、うん、そうするとどん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 やっぱ足りなくなっちゃうっていうことなんですよね。で、これはなぜかっていうとですね、血液の中にアルブミンっていうタンパク質があるんですけれども、うん、実はこのアルブミンって亜鉛を乗せる船の働きをするんですよね。なんか血糖値が高いとこのアルブミンの船の上に糖が占領しちゃうんですよね、うん、そうするとアルブミンが
そこに乗れなくなっちゃう。要は船から放り出された状態になってしまうわけですよね。そうすると放り出された亜鉛はおしっこからどん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 出ていってしまうっていうことになるんですよね。で、実はこの亜鉛っていうミネラルが血糖値をコントロールするのに大事なミネラルなんですね。で、この亜鉛っていうのはどう働くかっていうと、その血糖値を下げる膵臓から出てくるインシュリンっていうホルモンの働きと実はすごく関わっていると言われています。で、この膵臓でインシュリンっていうホルモンがちゃんとこう成熟して、まあ、しっかり 100% 働く状態に成長するのに亜鉛っていうミネラルが必要だと言われています。この亜鉛が不足するとインシュリンが未熟な状態で出てくるので、ちゃんと成熟したインシュリンの10分の1しか働かなくなっちゃうって言われてるんですね。で、これがやっぱ血糖値が下がらない原因になってしまうということなんですよね。で、やっぱ血糖が高い、そんなに食べ過ぎてないのに、食事の内容も気をつけてるのに、で、お客さんの本当にね、1日3食の食事の内容を聞いてもちゃんと理想的な内容のものを食べてますね、それでも血糖値が上がっちゃう、これが新型栄養失調、亜鉛不足っていうことになるんですね。で、こういう方の一つ判断のポイントになるのが BMI っていう数値になります。はい、この BMI っていう数値は体重を身長で2回割ると出てくる数字になりますね。はい、で、これが25以上は病院であなたは肥満ですっていうふうに言われる数字になります。で、24以下であれば正常ですね、肥満ではないですねって言われるんですよね。だから25以上はやっぱ食べ過ぎてるっていうふうに判断をするんですけど、24以下の場合は適正体重、適正体重なのに血糖値が上がっちゃう、この場合は食べ過ぎてないのに糖尿病になるこのミネラル不足っていうふうに考えますね。で、今ね、このミネラル不足っていうのが、新型栄養失調、今の世の中で特徴的な栄養失調なんですけれども、この現代社会のやっぱりいろんな原因っていうのが、ミネラル不足を起こしていると言われています。で、大体ですね、このミネラル不足の原因って、9つぐらいあるって言われてるんですけれども、一つがですね、ミネラルたっぷり取れる食品っていうのが貝類なんですよね。で、縄文時代貝塚って言って貝のゴミ捨て場がすごくたくさんあったんですけれども、今ね、貝ってどんぐらい食べます？1週間に1回も食べないですね。そうですよね、みんなやっぱ食べなくなっちゃってるんですよね。で、それでやっぱミネラルをこう取るっていうやっぱ習慣が減ってきてるっていうことが一つ原因ですね。で、二つ目が野菜を育てる土の栄養状態っていうことなんですけれども、今化学肥料とか農薬っていうのがすごく進歩していて、土にあんまりこう栄養がなくても野菜が育つ世の中になっているので、野菜からなかなかこうミネラルが取れなくなっているって言われています。で、3つ目が食の欧米化で、パンとかパスタとかケーキ、小麦粉で作った食品を食べる習慣が中心になっているんですけれども、小麦粉っていうのが結構このミネラルを排泄するっていう性質があるって言われてて、こういう食品ばかりだとミネラル不足になってしまうと言われてます。で、4つ目が玄米から栄養を削った白米っていうのを主食として私たち食べてるので、ミネラルを削られた食品を食べてるということですね。で、5つ目がこうストレスですね。で、ストレスがかかるとこう体の中で活性酸素っていうのがたくさん出てくるんですけれども、これは老化の原因とか細胞にダメージを与える原因って言われるんですよね。だけどこの活性酸素を体から消してくれる代謝酵素っていうのがあります。でもこの代謝酵素が活性酸素を消すときに亜鉛とかいろんなミネラルがたくさん消耗されちゃう、だからストレスがかかればかかるほどミネラルがそこで消耗されちゃうっていうことで、ストレス社会の今の世の中はミネラル不足になりやすいっていうことですね。で、あと加工食品、添加物、食品の賞味期限を延ばすとか食感を良くするとかすごく便利なんですけど、体にとっては異物なので肝臓でこう解毒をされるんですよね。で、この解毒
する時に酵素がミネラルを消耗しちゃいます、うん、でそれからまあ包丁とか鍋が昔は鉄製だったのが、うん、まあ、ステンレスに変わって、まあ、そういう食器調理具からミネラルを取るっていうことが今少なくなっているっていうことですね、うん、あと医薬品もたくさん飲んでると肝臓とかで薬物代謝酵素っていうのが働いて薬の解毒っていうのをするんですけれども、うん、まあ、その時にたくさんミネラルが消耗しちゃうっていうことで、まあ、これだけのいろんな理由があって、うんうん、この9つの理由の中で皆さん当てはまるものっていくつかあると思うんですよね。だから今の方っていうのはほとんどがちょっとミネラル不足の状態だって言われています、うん、でこのミネラルなんですけれども食べ物の栄養っていうのは5大栄養素っていうのがあります。糖質、脂質、タンパク質、それからビタミン、ミネラルですね。でこの糖質、脂質っていうのは体のエネルギーに燃料になるものですね。で体のこの熱を作ったりとか筋肉を動かすエネルギーになるわけですよね。でタンパク質は、まあ、血液とか筋肉の材料になります。だけどこの糖質、脂質がちゃんとエネルギーになるか、タンパク質が血液とか筋肉になるかっていうのがこのビタミンとミネラルの栄養に関わっているって言われてるんですね。だから糖質、脂質、タンパク質を取った分それに必要なビタミン、ミネラルをしっかり取ると、まあ、エネルギーや血液がしっかり充実して体はまあ健康で元気になるんですけれども、この新型栄養失調でミネラルが足りないと、うん、せっかく取った糖質、脂質、タンパク質がエネルギーとか血液にならずに血糖とか脂肪になっちゃうっていうことですね、うん、そうすると元気も出ないし、うん、貧血っぽくなるし、それからこの血糖とか脂肪とか生活習慣病の原因になってしまうっていうことなんですよね。でこれが食べ過ぎ以外の糖尿病の原因ですね。で私たちこの体型堂ではこういう新型栄養失調に対してオイスターっていう健康食品を皆さんにおすすめしてるんですけれども、これがですね、牡蠣をスープにしたエキスだけを錠剤っていう形で凝縮して作った健康食品なんですね、うん、で身の部分、タンパク質の部分は取り除いてこのスープだけを錠剤にしているので1日6粒が目安量なんですけれども、うん、まあ、ここにだいたい20個から30個分の牡蠣の栄養が入っています、うん、で牡蠣は地球上の生物の中で一番亜鉛っていうミネラルを多く含んだ生物って言われていますので、ここでね、まあ、20個から30個分の牡蠣の栄養が取れるとこの不足してしまったこのミネラルをしっかり補給することができるので、うん、ちゃんとこの糖がですねエネルギーに変わって不良在庫にはならずに体で利用されるので血糖値も下がってくるし、インスリンの働き、さっきね亜鉛がインスリンがしっかりね働くために必要っていうお話をしましたけれども、うん、その血糖値を下げてくれるインスリンの働きもしっかり充実してくるし、体の元気な状態、代謝の状態も充実してくるっていうことで、食べ過ぎでないこの糖尿病改善に、うん、まあ、とってもおすすめの健康食品になります。結構これを知らないとちょっと食べただけで、うん、普段からミネラルが取れてない方って体重が増えちゃうとかで、はいはい、もうどん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 食べなくなってく人がすごく多いなって、うんうん、そうですよね、もう悪循環ですよ ね、 そうですね。で代謝が下がってちょっと食べれば増えるで怖くて食べれないっていう方結構いらっしゃるなっていうふうに思いました、はい、うん、食べなくなれば当然もっとミネラルが足りなくなってしまう、うんうんうん、ミネラルが足りないことが原因で血糖値が上がっているわけですから、うんうんうん、すごくね怖いことですよね。そうですよね、うん、本当に頑張って頑張って気をつけているのに、うん、それがまあ悪循環になってるっていうことなので、ストレスになっちゃいますよね。こんなに抑えてるのにどうして良くならないんだろうっていう、 う、ね、うん、食べないとやっぱ元気出ないからですね、うんうん、なんかそこをしっかりと元気にしていくっていうところが、うん、この体型堂でいつもおすすめするお話していることになりますね、うんうん、ダイエットの時なんかもあの体重が動かなくなっちゃったような時にこのミネラルを入れてあげるとまた代謝が上がって動き出すっていう方もすごくいらっしゃいますもんね、うんうんうん、そうですね。でダイエットは何といってもこの血糖をどれだけこうコントロールするかっていうのにもかかってますからね、うんうん、
はい、ということで、はい、今日は過食以外の糖尿病の原因についてお話をしていただきました。概要欄の方に後藤先生の予約相談のリンクが貼り付けてありますので、気になる方、悩んでらっしゃる方はそちらからご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンとベルマークもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。